はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、はい、映画のね、上映会でですね、仮面ファイター1、2とね、そしてファイト・オブ・ザ・リング、そして自転車地球を6周して分かったことがね、まあ僕の映画4つを1日で見れる上映会ということでですね、はい、今日はですね、元プロシューター、元総合格闘技のね、はい、プロシューターのですね、村上忠さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。はい、村上さんはね、ちょっと戦績っていうか、格闘技のキャリアのお話ししていただけると。はい、5戦して2勝、2敗の1分けですね。うん。はい。それは本当にシューティングってね、まあ呼ばれてましたけど、うん、まあ言ったらこう、世界で一番古い総合格闘技の本当に初期、うんうん、に試合をされたと。そうですね。90年代、91、2年、3年ぐらいで試合してましたね、うんうん、はい。って言ってね、まあ、僕とも試合してるんですけど、そう今ねインタビューしてもらってるね、はい、小口さんと、はい、うん、そう、後楽園ホールでね、ね、うん、懐かしいね。そうですね、はい、なんと試合を31、2年前にねやってね。やりましたね。それから30年後に会うっていうね。はい。面白い流れに。そうですね。そう。まあ、あの試合は僕覚えてるのは、ちょっと映像も残ってないですけど。ああね。まあ僕は1、2ラウンドね、全然攻めなかったと思いますね。そう、なんかね、やりづらかったのをめちゃくちゃ覚えてて。うん。あの、大コーチとやってた時は、お互いにもう、蹴りパンチでずっとやってたから、なんかこう、なんでしょうね、戦ってる感があったんだけど、オグスはね、なんかこう、吸い込まれるみたいな感じの、こう、なんでしょう、絡まれるみたいな、ヘビに、そんな感じのね、こう、なんでしょう、さっきね、なんだっけ、本もらって、その題名が、なんだっけ、勝たないで、勝ってから戦いみたいな、なんかこう、はめられてる感がめちゃ、あ、そうなんだ。そう、やりづらかったの覚えてる、めちゃくちゃ。ああ、僕ね、考えると、うん、自分と戦った、試合した人の感想を聞くのは今生まれて初めてですね。確かに。うん。俺もないわ、それ。はい。確かに、はい。まあ確かにね、まあ僕簡単に言うと僕弱いんでね。あ、そう。弱い？そう。その、うんうん、ねえ。まあ、いわゆる本当に強いっていうね、まあ、バンバンっていうね、うん、人じゃないから、うんうんうん、弱いからね、だから、自分、まあ、兵法家なんだよね。あ、なるほどね、作戦を。そう。うん。策で戦うんですよね。なるほどね。じゃあ、策略に、まあ、はめられるじゃないけど、策略がこうあって、そこにこう、相手がはまっていくみたいな感じの持ってき方、うん、そうですね。そう、だから戦う前にものすごい考えますね。うん、なるほど。もう、まあ、何も考えてなかった。あらゆるパターンを全部考えるっていう。考え抜いてからやってますね。あ、そうね。だからその時僕、ボクシングジムに通ってたから、パンチがすごい得意で、だけどそのパンチがね、すごい出しづらかったっていうのを覚えてて、だから多分、なんかね、打撃のなんかこう、作戦立ててたのかな、今ね、お話聞いて思ったけど。なんてね、うん。そう。それで僕覚えてるのはね、うん、その2ラウンド終わった時のインターバルの時にですね、佐山先生がですね、うんうん、下の、リングの下の方からね、うん、オグス行けよって言われて、言われてですね、あ、もう、それでバーンって3ラウンドになって、行ったとこまで覚えてます、ね、うんうん。その後どうなったかは記憶ない。なるほど。そう。なんかこう、噛み合ってない感じの試合なんだよね。うん、そう。だから行けよって、そう。行ったんだと思う、うん。そうですね。それで僕はもう、佐山先生に、まあよく YouTube で出てくるんですね。うん、まあ練習方法ですね、うん。何度か受けてるんで。うんうんうん。まあそれはどういうのかっていうと、まあ一つはもう膝がずる向けなのに、サンドバッグに膝蹴りを2時間ぐらいするとかですね。しかも一発一発全力で。っていう風にもう脳が
っていうか、脳っていうかもう心までね、改造されちゃってるから。それやばいやつじゃん。そう。行けよって言われたらですね、もう死ねって言われたら死ぬみたいな。ああ、でもなんかそんな感じあったよね。あの合宿の YouTube 今上がってるやつで、うん、あの、プロで、オグスもその時プロでもデビューしてて、僕もね、何戦かしてた人たちは、その合宿の時に、あの、初めてシュート来ましたみたいな人もね、いっぱいいたんですよね。だけど、佐、うん、山さんちゃんとプロの人には、なんか、殴ったり蹴ったりは、めちゃくちゃしてたけ、めちゃくちゃっていうかね、まあ、手加減もちろんして、してたんだけども、その、初めて入った子たちってもうわかるから、そういう人たちに何にも別にそういうのしないで、うんうん、ちゃんと、まあ、指導っていうかね、うん、でも厳しい、ね、殺し合いじゃないけど、もう死ぬかもしれないようなことをするから、多分このぐらいね、厳しい心構えでね、やんなさいよ、みたいな。なんか、まあ振り返ればまあ良かったんですけど、あそこだけ切り取られてるから、なんかひどい体育会系の世界みたいな、ね、うん、ありましたよね。うん、でも今となれば、なんかその死んでもいいって思ってたから、その格闘技やってて。だから、そういう意味ではね、なんか死ぬつもりでやってたっていうのがありますよね。うん、僕はね、あの、佐山先生にやってもらったしごきっていうかね、うん、あれのおかげで自分の人生はある、うんうん、と思ってるし、実際そうだと思うんですね。うんうん、で、まあ、一言で言っちゃうと、いつでも火事場のバカ力が出せれるっていうね、うんうんうん、ことを30秒でできるようになったんですよ。うんうん、僕はね、そう、僕はね、ラッキーだったのは、僕はね、木口道場っていうところにいてね、うんうん、そこに入ってね、3日目に佐山先生が来たんですね。おで、それからね、来た、僕が来年来たのはもう2回ぐらいしかないけど、うん、そのうちの1回がそうで、うん、なんとね、入って3日目にですね、佐山先生が僕に対してね、あの、本気出せっていうね、うん、練習方法を僕にやってくれたんですよ。うんうん、で、知らないから、うん、びっくりじゃないですか。うんうんうん、で、その、それで、要は開花してですね、うん、いつでも火事場のバカ力からは出せれる。あ、もうそんな3日目で。そう、体になったんですよ。で、それを今でもずっとやってるから、うんうんうん、何に対してもそれでやってるからね。うんうんうん、はい。いつも限界、自分の能力の限界を出してことに当たる。うんうんうん、あ、素晴らしい。その仕事にしても商売にしてもね、うん、創作活動にしてもね。まあ、それも無意識ですけどね。うん、なんかね、うん、自分の経験の、その、デフォルトっていうか、あのね、ちょっと、めちゃ苦しい時間を過ごせたっていうのは、一人じゃあれできないじゃないですか。だから、みんながいて、あの空間があって、佐山さんがね、いろいろやってくれたおかげで、なんか自分の、ができないところまでこう、いける、超える自分だともう、もうやめようっていうのを、やめない一歩先、二歩先にね、あの時進めたから、でもそれでもね、死なないで生きてるって、やっぱ限界って超えれるんだなって、うん、それはね、本当実感ですよね。うん。うんうん、それはやっぱり、今でもこう、生きてるって感じますか？あ、そうですね。やっぱ、苦しいことの基準がそこにあるから、なんか、ちょっと苦しいなって、なんかね、へこんだりとかするんだけども、あ、なんかそういうのが多分体で覚えてるから、まだいけるでしょっていう声が自分の中から聞こえてくるような感じはして、だから、くじけそうになっても、まあなんか別のね、方法を探して、多分立ち上がったりしてきたんだろうなって思いますね。うんうんうん、で、もう一つはね、この総合格闘技は日本から生まれたっていうのはですね、映画のサブタイトルでもあるんですけど、うん、で、やっぱりその当時、まあ今はね、世界中どこに行っても、総合格闘技の道場があってですね、うん、まあ日本でももうそこら中にあってですね、うん、の中で、この映画の中でも出てきますけどね、まあ最初は世界中に1個しかなかったと、うんうん、三軒茶屋。そこから、木口道場、千葉とね、三、うん、つになったみたいな。だから本当に、世界中で競技人口が、関東近県に数十人。数十人で。ってやってたわけですけど、その当時のなんか、
そういう思い出っていうか、ありますか？当時の思い出、うん。そう、競技人口が少なかったから、みんな顔見知りみたいな、で、直接喋んないけど、あの先輩とかってみんな知ってて、だから、なんだろう、あの時みんな何を思ってたかわかんないけど、みんなでなんか新しいこと始めてるっていうのがすごく多分強かったんじゃないですかね。で、多分行き場がない。ある意味、その、渡辺さんが映画の中で、レスリングだと3秒背中つくと負け。あ、1秒。1秒だっけ、うん、で、負けになっちゃうのに、でもまだ体元気で戦えて、で、その寝技から今度打撃っていうのが加わったら、まあ、もうスポーツだからね、それはしょうがないんだけど、ボクシングだったら蹴りあったらどうなんだろうとかね。そんな感じでみんな妄想してたと思うんですよ。で、誰が強いんだとか、それみんなミックスしたらどうなるんだって頭で思ってたけど、誰もそれ、ね、実際にやろうとした人がいなかった世界に共感して、その佐山さんの考えに。で、共感してね、響き合った人たちがそこに集まって、まあ、なんか何十人かで、やってたんだなって思うと、物事の始まりってきっと、ね、その、佐山さんの考えっていつもこうぶっ飛んでるから、なんかそういう人がいて、そこに反応する人がいて、で、それが今ね、世界中でこんな広がってるって、すごいことだなって。うん。だから、その始めのね、ところに、その時はわからないけど、今30年経って、あ、すごい場所にいたなっていうのがね、そこにいた人たちも含めて、こう、すごいことやってたんだなってね。そう、思いますね。今ね、その時は分からなかったけどって言ってくれてましたけど、うん、いや、本当その通りで、うん、もうその当時のね、感情を一言で言ったらね、うん、僕は劣等感の塊だった気がしますね。あ、オグスが。まあ、この映画の中にもそれ出てきますけどね。うんうん、いや、結局もうマイナー競技どころか、誰も知らない。うんうんうん、説明から始めないとね。そう。いけないもんね。で、それをすごいことやってるし、うん、まあ当然、他のスポーツの人たちと同じだけの努力してるわけですけど、それに対する評価っていうのがね、うん、もう全くないわけ、うん、で、その時流行ってたのはね、その、疑似格闘技、プロレス、うんうんうん、UWF ってね、うんうん、それが、言ったらすごく流行っててね、うん、そっちは東京ドームでやってると、うんうんうん。で、こっちはガラガラで、で、全然評価をされないっていうことに、すごい劣等感が僕はありましたね。なるほど。あ、俺はどっちかっていうと、その、誰かやってることを認められるよりも、なんかそっちの、全部やっちゃったらどうなるんだろうっていう興味がすごく強くて、何でもありでやって勝てたらやっぱ一番強いんじゃないかって思ってて、で、まあ実際やってみたらね、本当になんか何にもできない時もあれば、こうなんでしょう、自分が得意なこと使ってやれたりすることもあったりして、なんかそれが楽しかった。だっすね。だからまあ、でも個人的な劣等感みたいなのはね、もちろんあったりしたけど、競技自体に対して多分僕はそこまで大きく見れてなかったのかなって話聞いて思いました。あとね、うん、この映画を作ろうと思った一つの理由は、この映画の中に出てくる中村さんっていうね、お医者さんがね、小楠君たちがね、この総合格闘技を作ったんだよねって言ったんですよね。うんうん、で、その時言われて、あ、そうなんだって、30年経ってから、その考え方に気づいたんですね。うん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 、なのと、まあ僕がこうインターネットでこう見てたらですね、まあ僕がこの世界で初めて総合格闘技のフライ級で試合をした選手ってね、うんうん、調べて書いてくれてるアメリカ人の人がいてね、で、こと細かにね、全部の経歴とか書いてくれててね、あ、だからね、何が言いたいかっていうと、価値は後で決まる。うんうん。そう。だから坂本龍馬だってね、自分がこんなに有名だなんてね、今でも知らないと思うんですよ。あ、自分がね、そうなってるとね。うん。
武者将棋もね、昭和村塾って全員が知ってるとかね、うんうん、今でも武者将棋知らないと思う、うん、さっきのね劣等感っていうのもね、今喋ってて気づいたんですけど、要はこんだけ競技が大きくなるって思ってないからね。あ、そうね、うん、時間差でその劣等感はもう解消ある意味されてるじゃない。その30年後にはどっちかっていうと、うん、なくなっちゃう、うんうん、なくなっちゃうか、まあ、この映画の中でもありましたけどね、アングラの中でね、うんうん、いう風になってくだろうな、みたいなね。だろうなっていうかね。これから？まあ、いや、要は、メジャーにならない。とにかく、総合格闘技がね、うん。あ、当時はね、うん。うん。こんなに大きくなるって誰も思ってなかったし、うんうん、当然僕も思ってないし、うん、中で、やってるから、やっぱり、だから、やっぱり劣等感の、がすごい強かったなのかなって。うん、だから僕ね、覚えてるのはね、うん、会社のね、面接受けた時にね、うん、まあ、とか市役所なんですけどね、うん、今まで何やってきましたかって言った時にね、まあ僕はこの木口道場ってところ総合格闘技やってきたんですけど、結局それをすごく誇りのある、すごいことをやったっていうふうに認識しなかったから、うん、自分が。うんうん、だからすごく、なんだ、まあだからつまんならないようなね、言い方をした記憶がありますね。ああ、なるほど。だから、うん、要は、例えば、どっかの部活でね、うん、知らないけど、まあなんか日大相撲部で首相やってましたとかね、うん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 、そういうのとは違って、うん、まあ木口道場っていう別に、まあ知る人ぞ知るっていうね。そうね。町道場、ね。町道場で、うん、その誰も知らないね、うん。総合格闘技っていう、だから総合格闘技って言い方もしてたかどうかわかんないですけどね。もうん、それで会う人全員にね、その当時はね、うん、そのなんで、総合格闘技シューティングって言ってね、つってね、こうパンチあってキックあって投げて寝技までやってね、ってね、うん、そういう、でリングで試合してね、そういうのをやってるんだよねって、一回一回説明するわけですよ。でも、知ってる人いないし、うん、あ、知ってるよって人いないし、うん、大体はね、プロレスと何が違うのっていう、うん、答えが返ってきてた気がしますね。うんうんうん、確かにね、うん、競技ってみんな、競技としてはね、捉えられてなかったかもしれないですね。うん、そういうね、うん、プロレス風なことだやってるっていうのは想像つくんでしょうけどね。うん。うん、そう。うん、まあだけど、こう30年経ってみてね、やっぱ価値は後で決まる。うんうんうん。まあそしてこの映画を作った一つ、もう一つ理由は、このタイガーマスクと総合格闘技を作った人が同一人物でね、うんうん、でその人がまだ生きてると。うん、で、三四郎っていうね、いや、行動感ができていった話の小説がね、うんうん、残ってるわけですけど、あれは行動感四天王のうちの一人の息子が書いてるんですね。直木賞作家でね。あ、そうなんだ。名前忘れたけど、まあ、柴田三四郎。柴田三四郎を書いた人は、そう、直木賞作家。うんうん。でも四天王の一人の息子、うん。うん。だからね、やっぱこう、そういうのをやっぱね、残した方がいいよなって、ね、いうのがこの映画を作った理由ですね。うん。うん、なるほど、うん。なんかね、やった人だからこそわかるね、面もあるし、まあ、もしかしたら全然関係ない人が撮ったらね、こう、もっとエンタメ性じゃないけど、そういうのがあるのかもしれないけど、まあ、すごい、その、本当ドキュメントとか記録、こういうことがあったんだっていうのはやっぱり、やった人だからね、わかることがすごくあるから、それ良かったっすね。面白かったです、うん。うん。はい。ということでね。これどうでした？見て、感想は。あ、感想はね、僕としてはもう本当ね、30年前にも記憶が蘇ってくるのと、まあそれがね、今世界中でこんな競技になってるっていうギャップと、なんか、こう、で、今全然自分違うことしてるので、だけどね、格闘技やってた20代の、10代、20代の頃が、
なんかまあ今の自分のね、いろんなこう基礎になってるんだなって思ったら、まあ形になったもの見れて、すごいなんか嬉しいっていうかね。映画の内容もね、そのすごい30年、こう30年以上だね、35年のものをキュッとこう、まとめて見れたので、すごい良かったです。うん。うん。はい。ということでね。はい。はい。素晴らしいお話、ありがとうございました。ありがとうございました。